でも僕からも一言言いたいんですけれども、今辻真一さんの地元のね戸塚でカフェデラテラというところがありまして、善良寺というお寺のね本堂でみんなで集まっているやってるんです。昨日実は歌寺というのがありまして、歌寺寺ん寺歌というイベントがあって、でそこに参加してた方々と、曲を作ったんですよね。であれはもう本当ナムイさんがいらしたから、韓国の、月のあれ三日月のこと言うのかな、眉月って言うんですよね。で眉月が木の枝にかかってるような夜に皆さんと入れることがとても嬉しいっていう気持ちをおっしゃってくれたことがきっかけで曲できたんですよね。昨日の曲は皆さん話分かってます？分かってないよね。なんか分かんないでしょ。すいません。まず横浜の戸塚にお寺がありまして、そこで僕がですね、そこのお寺を拠点に今社会を変える、世界を変えるムーブメントを始めたんですよ。カフェデラテラ、寺っていうのはお寺と大地の寺を掛け合わせたシャレなんですね。別に笑ってくれなくてもいいんですけどカフェ寺って、それでそのカフェ寺寺はいろんなことやるんです。そこでもういろんな催しをやったり、ファッションショーをやったり、コンサートやったり、でそこの常連なんです。もう冬田さんはしょっちゅう来てくれて、そこで歌ってくれてるんです。もうキャンドルナイトって言うと冬田さんが来て、今年もね12月の17日やります。歌が作るんですが、そこで歌寺寺っていうのを始めたのね。歌寺寺、そして、その歌を今まで僕たちやっぱり一方的に聞くことはみんなよくやるんだけど、その歌を一緒に歌うっていう文化がかつてはあったのに、それを失ってますよね。だから歌う、聞く、歌う、そして作るまでやろうよ、一緒に作って歌おうよっていう試みをやってるんです今。それで、昨日はその第2回目の試みで、冬田さんにリーダーをやってもらって一曲歌作っちゃったんですよね。すごいもんです。皆さんこれぜひね、もう自分の家でも歌ってやったらやってください。もうどこでもいいです。ここでも、ね、いずれやりたいですね。オーナーいないかな、ここでやりたいなと思ってるんですけどね。でも本当に一人で曲作ってるとね、何ヶ月もうんうんなってもできないのが、もう昨日だって1時間か2時間かの間にできてきたでしょ。で最初そのちょっとこのメロディーは割とスッといったんだけど、歌詞がなかなかっていう時にナムヒがね、その、面白い言葉が韓国にあるよって、それが眉月。眉月ってご存知ですか皆さん。眉のような月、僕たちは三日月って言うんだけど、あれ眉月って言葉が韓国にあって、それがなんだっけ、ヌンソプタル。これぜひ皆さん覚えて帰ってください。ヌンソプタルっていう言葉があります。それがこう木にね、こう木にかかってるっていう、そういうイメージをくれたのをきっかけに、みんながね、いろんな思いがこうバーッと出てきたんです。みんなから、若い人からもちょっとね、もうちょっと年の人からも、そしてあっという間にこの歌ができたという。ここで昨夜本当にお寺の岩の空にそんな、ね、眉みたい、月が木の間に枝にかかってたんですよ。それを見て、それを見て、ああいい夜になるかもしれないって思ってお寺に入って、さすが世界的作家。それは世界的な錯覚だとよく言われたんです。それは拍手しちゃいけないんですよ。どんな、まあ、僕が歌うのもちょっとあれなんですけどね、本当はね、いやいやいやんですけど、ちょっとなんていうか、参考までに何人の方がアイディアを出したの、とにかくいろんな方が、いや、やっぱりこの恋は切ない恋だと思うとかいう男の人もいたりとか、いろんな、もうほんとワンフレーズずつね、いろいろ出してって感じで、ちょっと覚えてるかどうかなんですけど。
辻真一さんと辻真由美さんに会ってまして、ありがとうございました。